huge run. Suki reverse punches to the midsection. There's a right hand from Matsushima. And he rattles Gafurov. Gafurov in a whole lot of trouble. And it's over. もちろんやっぱそのワンデビュー戦でガフロフ選手に勝った試合はもう僕の中では大きな勝利だったとは思うんですけど、まあそのトレーニングでもやってたことだったので、ちょうど本当そのタイミングが全部なんか合っちゃった感じだったんですけど、これが10回のうち1回からこれをもっと成功確率を上げていけたらいいなと思うんですけど。Koyomi Matsushima。 まあ僕は多分蹴りが得意だと思います。多分相当空手やってる時も蹴り込んではきた蹴りがやっぱ自信ではありますね。その自分の距離だったら、あ、ここだったら効かせれるとかはあるんで、そこは自信あります。まあ、もちろん空手もそうだし、レスリングもここでうまく戦えていけるのがいいのかなとは思います。なんだろうな、腕取るのが個人的に、まあ、練習とかでも一番自分の中では得意だと、はい、十字だったり、ただやっぱその中で判定勝ちを判定でも勝ちたい、相手に負けないっていう、まあ、それをポイントとして